自民党の派閥の政治資金をめぐり刑事告発されていた各派閥トップの岸田総理や茂木幹事長二階元幹事長らについて東京地検特捜部は不起訴処分としました自民党の派閥の政治資金をめぐっては岸田派、茂木派二階派の幹部や会計責任者らが収支報告書に嘘の記載をしたなどとして政治資金規正法違反の疑いで刑事告発されていました特捜部は8日、 岸田文雄総理や茂木敏光幹事長二階俊博元幹事長ら派閥の幹部を含む議員8人を嫌疑なしで不起訴処分としました会計責任者と事務担当者についてもすでに起訴された人らを除いて不起訴処分としましたこのほか派閥からのキックバック分などを収支報告書に記載していなかったなどの疑いで刑事告発されていた個々の国会議員についてもすでに起訴されている 池田義孝被告を除き嫌疑不十分で不起訴処分としています。